さあ昭和原付ミーティング行きますよ。さああそこにみんな待ってますね。ミントと G ダッシュです。行きましょう。行くよ。今日は本当はい2台で行く予定だったんですけど、はい1台壊れたということで、ちょっと残念なんですけど、本当はウォルターウルフとね、僕のハイとミントと G ダッシュとみたいな感じなんですけど、1台だけジスペ系の S になってるっていうんですね。でも何台ぐらい集まるのかな、昭和原付。懐かしいのを会えたらいいですね。どうぞどうぞ、行ってください。ミント、お、 G ダッシュ、 G ダッシュかっこいいな、 G ダッシュかっこいいな、 G ダッシュやばい、 G ダッシュはもうこの日のためだけにレストアされたというですね、特貫工事でやってきたと。でもあの本来であればですね、もう焼き付きかもしれないというところで来てもらっています。まあ基本的にあの僕ら全員ツーストなんで、何があってもおかしくないメンバーで行ってます。しかしミントもちょっと煙出すぎやろ。ちょっと後ろ走っててつらい。でまあその茨城ヴィンテージカーフェスティバルやから、結構そのタコスカとかそういう日本の古いヴィンテージの車が集まるイベントなんで、普通になんか Z とかね、あの結構興味あるんで、そっちも楽しみですね。どんな旧車が来てるんかみたいなのも、旧車と昭和原付が相まってですね、ええ感じで、ご紹介できたらなと今日は思っております。はい。まあ、カッサンチャンネルも、レストアとか、まあ、整備とかもやってたりするんですけど、ちょっとこのやっぱり、カッサン自体が1969年式なので、そういうちょっと、旧車とか、レトロとか、その辺は若干自分の中でもキーワード入ってるんで、やっぱこのハイに登場ということで、あのハイ伝説見たことない方もいると思うんですよ。ハイ伝説って何か知らへん人はですね、あの見てください。あの番組のこの動画の番組の最後にハイ伝説貼っときますんで、ハイ伝説パート1からぜひ見てください。私この原付で東京まで行ったその物語をですね、見てください。2週間で8万再生いった伝説の動画見てください。いやーもうツーストの匂いが半端ないですね、全員。やっぱだわりかしね、ミント君も早いんですよね。チャンバー入ってるだけありますね。16歳、めっちゃ早いです。G ダッシュは G ダッシュでオーラあるし、いやもうあの今実績に乗ってるコルナゴさんがね、ウォルターウルフで来てたらもっと良かったんですけど、いやでも俺ミント、あのミント、高校の僕高校バイク乗ってダメだったんですよ。でまあよくこの動画でも話してるみたいに、まあ、事故ったりとか捕まったりとか盗まれたりとかってあって、実は高校3年の一番最後の方とかバイク乗れなかったんですよ、なかったから。でもやっぱりほらすっごい苦労して原付の免許取って、やっぱ卒業式、まあ言うたら生きりたいわけですよね、若さっすよね。ほんで乗っていくバイクがないってなった時に、その高校でね何回も言ってるその TZR のテック21仕様の TZR 乗ってるヤッソってやつが、もう今バイクで事故って死んでいないんですけど、家にミントがあると。あのミントは、
あれ自家塗装なんで、あんな色じゃないんですよ、もっとミントって。もっとほんまにミント色してるんですよ。そのミントを貸してくれると。ね。まあ、個人的にはですよ。当時の感じで言うと、ミントみたいな。ミントおばちゃんのバイクやな、みたいな感じやったけど、ね、バイク乗させてくれんやったらもう、まあ、車内みたいな感じで、ミントでも嬉しいみたいな感じで、ミントで卒業式行ったっすわ。で、卒業式で行くんやけど、校門の前とかは、やっぱり卒業するまでは、やっぱ怒られるんで、手前に止めて、で行って、で、卒業終わって、バイク乗って、ちょっと校門の前とか、こう、くるくるくるって回りながら帰るみたいな。でも別に、何の、なんていうかな、わーとかケアとかもなく、あ、あっけなく高校卒業したな、みたいな感じで、走ってたら、警察に止められて、おい、お前のバイク、保険入ってないなって話になって、え、なんすかって。要は、自賠責保険のステッカーが、切れてたんですよ。で、僕その時高校生やったからあんまりなんか詳しいこと知らずに、え、何ですかって、自賠責僕入ってますよ、いやいや自分のバイクじゃなくてこのバイク自体に自賠責入ってなかったらもうあかんねんでって警察に言われて、え、僕今日高校卒業したばっかりなんですって感じで、許してくださいって言ったら、その警察の人が、まあ、当時ですよね、分かった。じゃあ注意で終わらせておこうみたいな感じで、助かったんですよ。これが僕とミントの最大の思い出ですね。多分ね、ミントね、ちょっとま借りてたけど、すぐ返しましたかね。だから、自賠責保険が入ってなかったっていう、その、逸話を残してミントは。そうそう。だから、やっぱ乗ってたから、あのミントの色じゃないっていうことだけはわかるかな。多分ね、多分ですよ。ミントめっちゃエラ懐かしいですわ。かわいいね。ほんまにもっと優しいミント色やったような気するな、ミント。はい、茨城の駅に来ましたね。もうすぐが茨城市役所。まあ、駅前なんで。近いのかななんて思いながら走ってますけども、結構みんなあの G ダッシュもミントも速いんですよね。結構ハイが本気で走っても追いつけないぐらい速いですね。みんなすごい。茨城ヴィンテージカーフェスティバルで来ております。皆さん見てください、いっぱい来てますよ。これ懐かしい、ラビットやん。動いてるってことでしょ、すごいな。Z や、かっこいい。すっげえ。ミラージュやん、ミラージュ、懐かしい、これミラージュです、ミラージュ、これを走ってましたよ。ダッドさん、うわ Z めっちゃかっこいい。わおすげえ、おーやばいっすね、めっちゃかっこいい。もうこういうのももうヴィンテージから何のなるんやね、なるんですね。普通やけどね、僕らからしてみたらおパレードみたいにしてますやん。いや、Z かっこいいなぁ。うわぁ、いかつい。エンジンピカピカ、ピカピカっすね。いや、これ死ぬまでに一回乗りたいバイクです、僕。バイクじゃない、車っす。うわぁ、かっこ、えぐい。昔こんなん通販で売ってましたけどね。俺もこれ買おうかな思ったわ、当時。感じ？あ、高校のね、コラがね、課題研究作品だから、そうそうそう。これ初め見た時も欲しいなぁ思ったけどね、 BBS やって懐かしい。もう当時バブルの絶頂期やからめちゃくちゃ金かかってんのかな。金のかけ方が違う。
この Z も欲しかったな。 300ZX だもんな。これあのこういうとこであのミニクーパーのこう3本こうやってやつをダブルでつけてます。ピープル、うわぁ、サムライさんのバイクです。バイクっていうか完全ベスト、完全ベスト。これすごいね。ピストンとか何かあるの？あー、シティモンです。ええ、インガつけて、かわいい。これバッテリー、あ、自家発電。自分で。やばい。そちらの方にですね、移動して本体と合流して、バイク並べていきたいなと思ってます。まあここに辺にもね、すごいですバイクいるんですけども、テレビも入ってます。おはようございます。おはようございます。今日集まってきてますよ。今日は原付軍団。こっちにも会場があったんですね。おお、集合してる。おお、すげえ。こっちの方が人数多いかも。